開幕戦を終えての片野坂頑張る良かったところと改善点を教えてください。良かったところか、宇佐美をシャドウに使って、ね、あの左シャドウであの中央に近い位置でプレーしてるとか、中野選手とコンビネーションしやすいところに使ってるっていうのと、あとはあれか、久々にゴール決めた右のウィングの、ね、あの使い方が、まあ、正しいというか、ああいう使い、小野瀬だ、ありがとう。でも、ガンバはもう 4-4-2 で、4-4-2 って前からプレスかけるときに、まあ、ちょうど赤、鹿島で分かりやすいですよね。2トップと2サイドハーフで行くじゃないですか。片野坂サッカーの3バックのところからボランチ降りてきて、今回倉田がいたけど、降りてきて、開くと、はまりやすくなるんだよね。3バックだったら、2トップが、どっから行こうかなってこう迷うんですけど、ここが降りるって決まってんだよ。だからこう、開いて、結果、全部はまるようになりて、はまりにいってるみたいな。で、これ前見た時も同じようになってたんですよ。で、うわこの、なんかこう、後出しじゃんけんで負けに行く感じなんなんだろうと思ってて。これでさ、まあ前の選手が降りてくるとかいうので、この形でビルドアップしてて、開いた形の3バックが開くんだけど、ちょっと中として外のコース作ってたりだったら、私もうちょっと開いてるから、やっぱりあのサイドフロントの低い位置でサイドバック受けるみたいな現象になってるの、プラス開いてるからカウンターの時にここ狙われやすい。これがね、閉じてる状態で外のコースもありつつ、引っかかった時に一番相手が狙いたいサイドバック裏が詰まってるみたいな、サイドバック裏って言っていいのかな、まあ3バックの間が詰まってて狙えないならいいんだけど、失った瞬間に倉田は中盤の選手の意識があるからヒュッと上がってくるんですよ。結果空いてるとこ疲れるっていう。で、鹿島がめっちゃ良かったっていうか、鹿島のサッカーはこのガンバのサッカーに超相性いいんですよ。なんでかっていうと、奪った瞬間のここのポジトラがすごい速くて、特にあの上田綺世のこのもう空いてるスペースに四角から出てくとか、四角で一回引きつけといて手前行くとか、これめっちゃうまいじゃん。で、新しく取ったボランチのピトカがこの奪った瞬間のここの縦パスの意識、すごい鋭いパス入れる意識がすごい高いから、一番ね、片野坂サッカーがやられると嫌なボール繋いでる中で、まあ間延びしたり、失った瞬間に中盤の選手が中盤でこう切り替える瞬間にプレスかけなきゃと思ったのか、上がっていくところで開くみたいなのがそうあるから、まあ鹿島が退場なくても普通に勝ったんじゃないかなみたいな、そこに関すると。ただあってもなくても普通に鹿島の方がまあガンバに対してじゃんけんで勝ってたっていう相性で言うとね。あ、ピトカ去年からいいんだ、ごめんね、見てなくて。